ハロー、どうも、ゆういちです。今回は、ゆういちトライカーということでね、今ね、S660 のね、車内からね、オープニングを撮っているんですけども、ドライブ動画ですね。今回は、どこに行くのかというと、倉岳にね、行きたいと思います。1年前ぐらいの動画でも、倉岳に行ったと思うんですけども、途中まで行って、で、頂上までね、登山するっていう感じだったんですけども、なんでかね、なんか全然違うところ、倉岳には行ったんだけど、頂上とは全然違う方面にね、行ってしまって、道に迷ってしまったということなんですよね。なんで、前回はね、頂上にたどり着けず、失敗ってわけじゃないけどね、またね、改めてね、倉岳にね、行ってみようってことになったんですけども、それがね、今回、こうやってね、動画を撮っていくんですけども、今回はね、ちゃんとね、登山できるようなね、格好で来たつもりなんで、はい。倉岳まで行って、途中までね、途中の駐車場まで行って、そっからね、頂上を目指してね、登山していく感じになります。30分ぐらいで着くみたいですね。最初からスタート地点から、登山するってなると、もうちょっと時間かかるみたいなんですけども、一応途中までね、車で行けるんで、そこまで車で行って、そっから30分ぐらいかけて、頂上まで行くっていう感じでやっていきたいと思います。で、今回はね、道に迷わないようにね、ちゃんと、はい、気をつけていきたいと思います。はい。ということでね、倉岳までね、登山ドライブね、していきます。ね、今回はね、オープンしない状態でやっていきます。出発したんですけども、今回ね、オープンにしない理由としては、たまにはね、オープンじゃないね、感じでね、ドライブしていこうっていうのと、前回の撮影で、風切り音がね、結構ひどくてね、対策としてね、ウィンドジャマーはね、マイクに取り付けてはいたんですけども、全然効果がなくて、編集でもね、どうにかしようと思ったんですけども、編集でもね、どうにもできなかったというね、感じなんで、カメラとかね、全然その対策してないので、今回ね、オープンしてない状態でね、撮影、ということでね、やっていきます。登山するわけなんで、ちょっと水分とか必要だと思うんで、道の駅局地に寄りました。ここで、ちょっと水分補給、自動販売機でね、買ってこようと思います。で、ちなみに今日の撮影日が5月8日の日曜日。世間で言うとゴールデンウィークの最終日なんで、バイクだったり、スポーツカーだったりね、結構来てますね、道の駅に。はい。俺にはゴールデンウィークとか関係ないんですけども。ですね、今ね、お茶とか、モンスターエナジーとかね、飲み物買ってきたんですけど、道の駅のね、物産館の入り口の前で屋台が出てて、何の屋台なのかというと、こちらですね。芋店、めっちゃあるわ。芋店の屋台が出てて、はい。ね、今もう昼の1時で全然何も食べてなくてお腹空いてたんで、つい買ってしまって、大きい芋店がね、3つ入ってるんですけど、これで350円です。なんか安いですよね。熊本のね、大津町のね、特産物のね、辛いものをね、使った、芋店なんで、これはとても美味しいぞ。で、またね、ちょっと大津町のね、辛いものとかはね、ゆういちキッチンとか、そういった動画でね、紹介しようと思うんですけども、どうしてもね、お腹が空いてね、ついね、買ってしまいました。美味しそうだったんで、箸とかないんで、ちょっとティッシュでね、包んで食べます。いただきます。あ、揚げたてだから、めっちゃ熱いっす。うめえ。さすがはね、大津町の辛いもん。とりあえず1個だけ食べて出発しますかね。時間もあれなんで。はい。目の前にはね、倉岳がね、そびえています。ここ、局地の、おそらくグリーンロードら辺に入ったと思うんで、そう長かったらないですね、目的地まで。はい。今までこう走ってきた熊本の道で特に好きなのがこのグリーンロードなんですよ。局地から菊池方面までつながる道なんですけど、本当にもう緑豊かな道なんで、僕はねトライクで走るのも好きだし、こうやってねスポーツカーで走ることもね大好きです。カメラ映ってますかね。今たちもう目の前にそびえてるんで、いい眺めや。前のチャンネルから倉岳とかね頑張って
までたどり着いたことがないという感じなんで、今回こそ絶対にね、あの頂上にたどり着いてみせる。だんだんともう山に近づいてきました。目の前にそびえていたね、暗滝がね、見えなくなったというか、近づいてね、山の中に入ってきたなっていう感じになってきましたね。暗滝はね、自分が住んでる地元からね、見える山なんですよね。本当にちっちゃい頃とかはね、多分高校生ぐらいまではね、その暗滝が阿蘇山だと思ってたんですよ。なんでで、後から知って、これは阿蘇山じゃなくて暗滝っていうのをね、知ったんですけど、阿蘇山とかもね、まあ今噴火とかそういったのでね、多分一般の方はね、立ち入ることはできないと思うんですけど、機会があったらね、阿蘇山の方もね、ちょっと撮影とかね、そういった感じでね、やっていきたいと思うんですけどね。四季の里の近くを通ってくるんですよね。四季の里はまあそこでなんかキャンプでケンとかね、できるそういった場所なんで、まあ、その動画の企画でそのキャンプしたりとかね、そういったのもね、やっていきたいと思うんで、いずれはね、四季の里もね、撮影でね、訪れると思います。もちもちね、四季の里を過ぎたところですね。あのもうだんだん道がね、狭くなってきました。四季の里も過ぎてね、いよいよね、暗滝のね、山の中っていう感じになってきましたね。でも、周りは木だらけで、道も狭くてね、すっかり山の中に来ました。はい、今日のエセドクちゃんはこんな感じです。まあ、去年もね、1年前もね、こんな感じで、確かこの辺で、ね、止まってね、少し休憩したんですけど、確かここで謎の生き物の鳴き声がしたんですよね。伝説のポケモンがいるんじゃねえかって感じで話をしてたと思うんですけど、確かこの先から鳴き声がしたんですよね。幻のポケモン、ミュウでもいるんじゃねえかってなんか話してたような気がします。もしくはね、緑多いすぎるところからテレビかもしれない。ここだっけ、なんか違うような気がする。ちょっと場所違った気がするわ。もうすぐでその最終地点というか、まあ、ね、最後のね、駐車場ねまでねたどり着くんですけども、本当に道が狭くて、この狭いところで対向車来たらなかなか移動大変だぞ。軽自動車でもなかなかこれきついぞ。よいしょ、ここだ。今通ってるこの道が確かポケモンの鳴き声がしたところだったんだ。間違えてたわ、さっき。まあでもなんか似たような道だったからね、まあ、まあ、まあ別にどうでもいいことだけど。はーい、なんだかんだで、まあ、駐車場まで着いたんですけども、まあ、去年が第3駐車場に確か止めたんですよね、砂利道の。今回はね、ちょっと第2駐車場にね、止めてみました。ちょうどね、あそこに、ほら、なんか、あるじゃないですか。看板的な、地図みたいなね、看板があるんで、まあ、それを確認してみようと思うんですけども、ここまで行くのになんだかんだで道が狭くてね。で、まあ、日曜日っていうこともあって、そこそこ車がね、前方から来るんですよ。カメラ、動画にはね、押さえてないんですけど。で、連続でこう、車が来たりして、タイミング悪いところでこう、鉢合わせして、まあ、どっちかがこう、バックして下がって、広いところに出てって感じで、まあ、そんな感じでね、ちょっと苦労したんですけどもね、まあ、無事に取りに着きました。早速ね、まあ、降りてから、登っていこうと思います、倉岳を。行きます。熊本、ふるさとの森、倉岳。ああ、どこだ、今。さっぱりわからんな。本当にどこから登っていけばいいのかわかんない。また迷ってます。あ、先の方はいい眺めやな。で、思ったのがこっちの方なんですけど、まあこういう風に道があるじゃないですか。で、先の方になんかあれありますよね。あれの上の方に俺前回間違って行ってしまって、道に迷ったんですよ。だけどここから先行ってもどうせ行き止まりなんですよね。どこから登ればいい、本当に。まあもう5月なんですけど、まあもう普通に昼間とかはね、もう熊本の方はね、全然もう暑いんですけど、まあ昼の今2時過ぎぐらいなんですよ。山の中なんで、まあ、いい感じに涼しいですね。これ普通に夜になると寒いですね、山は絶対。どこから登る、お、もしかして倉岳550m、もしかしてこの先か。やっと見つけたかもしれない。で、こんな険しい道を行くのか。とりあえず進んでみます。わ、ここ行く、本当に。靴がね、待って、バンズの靴で来ております。違ったらちょっとショックだな。とりあえず道なりに進んでみます。
なんか蛇とか毒を持った虫とか危険生物が出てきそうで怖いけど、まあ一応看板があったんで信じて進んでみます。はい、こんな感じに道が続いております。無事に頂上にたどり着けるといいんですけどな、虫。はい、もう見渡す限り周りは木ばっかり、すっかり山の中です。なかなかきつい、まあ、前回の大観望行った時にも、あの大観望の坂道歩いて登った時も結構ね、呼吸がきつくなるなってね、俺体力衰えすぎだろうと思ってたんですけど、マスクしてるからだ、マスクして登ってるから、ね、やたら呼吸が苦しく感じるんですね。おっと、ここで分かれ道です。この林道っていうのが今通ってきた道ですね。で、目的地はこの倉岳、まっすぐですね。この通夢島山っていうのは何だろう、こっち方面だけど、まあ今日は倉岳目当てできたんで、まっすぐ行きます。ふぅ、あー急やな。こちら、もうちょいですかね、頂上。もうちょい、頑張ります。300メートルだった。ああ、どうです、頑張ります、ありがとうございます。宮本キップ入ってました。いや、ちょっとわかんない。はい、すいません。なかなか急な道だ。さっきの下山してた方に聞いたんですけど、あと300メーターぐらい。まあそんな長い距離には感じないけど、数字で見たらこの坂300メーターきついな。もう絶対足パンパンになるわ。うわ、舐めてたわ。あれ、こっちから来た道は花コースで、ここで分かる道、目的地の倉岳までこっち方面ということで、滑る。ああ、ちゃんとした。でくればよかった。これはもう全然、おしゃれ用の靴だ。倉岳まであと250メーター。登山を舐めてた。いや、舐めてたっていうか、ある程度車で途中まで登れるんで、そっからだと30分ぐらいっていう感じなんで、まあ余裕ぶっこいてたんですよ。全然きつい。ちゃんとした運動靴で。そしてなんか、登山の時に使ってるあの、杖欲しいっすね、杖。杖なしじゃ。まあせいぜいね、車まで行けるね、途中地点からだと多分5、600メーターぐらいだと思うんですよね、頂上まで。でもこの山自体、倉岳自体標高が1119メーター。それを最初から本格的に登るというと、ね、相当なもんだと思いますよ。坂が5、600メーターでこんだけ疲れてるんで、20代後半のアラサー男性。はい、ここで分かれ道。右に行くと倉岳馬頭観音、こっちで戻るのが通信部さんと林道でも、目的地はこっちです。倉岳、お、J 倉岳山頂、こっちか。で、なんかこっちに行くとなんか、あ、なんだこれ、女山ってなんだこれ、女の人がいる。戻り道が通信部さんと林道ですね、来た道ですね。ということで、山頂までもう少しってことかな。ここはなかなか道が険しくなってきた。うわ、これやばいな、険しいぞ。おいおい、険しいぞ。おいおい、険しいぞ。よいしょい。だいぶ頂上に近づいてきたんじゃね。あ、危ない危ない。あんまり景色が見えんな、ここからじゃ。ほら、だいぶ頂上に近づいてきた。いい眺めやな。はい、途中の頂上に着く前の景色です。いや、絶景だ。多分あそこかな、前回間違って行ったところから見えた頂上っぽいところに人が見えるって言ったじゃないですか。多分ここじゃないですか。お、もしかしたら、もしかしての、もしかしたら、頂上じゃね、山頂じゃね。着いた、着いた。着いた。おい、ついに着いたよ、倉岳の山頂に。めちゃくちゃ景色いいわ。すげえ。
子供の頃から地元で倉岳のね山頂の方はね見てたんだけどね、下の方から今ね大人になってねこの山頂にいるんですよ俺。いやこのこと、まあ、前のチャンネルからね倉岳に行こうとね、まあ、動画撮影をしてきましたけども、まあ、前のチャンネルで1回で今回のチャンネルで1年前に1回、本日3回目の動画でなんと無事に倉岳の山頂に到着しました。1119メートル、まあ実際登ったのはね5、600メーターぐらいだけどね。どこがどこだかわかんないけど、多分あそこが阿蘇山とかこっち方面じゃないですかね。あそこのなんか雲の影がいい感じですね。はい、ということでね、そろそろね、下山しますかね。まあ、下りはね、まあ、体力的には楽だろうけど、道が険しいんで、滑り落ちないように気をつけていきます。バイバイ、倉岳山頂。はい、下山中です。ちょっとね、過酷な道もあるからさ、何回もね、滑りこけそうになった。もう、滑りこく。下山することができました。本当に滑りこくる。今回ね倉岳までね登山ドライブということでね、そんな感じでやってきましたけども、まあ無事にね前のチャンネルのね動画を合わせると倉岳までね行くあの動画っていうのはねこれでね3回目になるんですよ。で1回目2回目ねうまく撮影できずにね、要はね、あの目的地まで到着できずに、あの失敗っていう感じ、失敗というかまあ目的地に到着してないってことでね、でまたリベンジということでね、何回2回3回という動画をね撮ってきたんですけどもね、3回目にしてやっと倉岳の山頂までたどり着くことができました。前のチャンネルで1回目に行った時が本当に相方のね協力してるくれる子もいたんだけど、俺がまだ21歳の時だから2017年ぐらいなんですよね。22歳になる前ぐらいに撮影して、でそこから年数経って YouTube 復帰して去年の26歳の時に、まあ倉岳についたけど山頂まで行けなかったって感じで、で今年ね27歳になって無事に山頂までたどり着きました。まあ約6年の時を経て倉岳の山頂にたどり着きました。まあ、達成感はね、半端なくね、嬉しいんだけど、一つで後悔したことがある。本当にね、道が険しくてね、足が悪くてね、結構滑りやすかったりしたんですけど、本当に。靴がめちゃくちゃ汚れた。これはね、もうね、おしゃれ用のね、そこそこお気に入りのね、スニーカーなんだよ。後悔した。